バルダルブンガ山はアイスランド南東部にある清掃火山である。標高は同国最高峰クバンナダルスフニュークル山に次ぐ2009メートル。山体は広大なバトナヨークトル氷河に覆われている。8月16日、バルダルブンガカルデラ内で地震活動が始まり、8月18日には北東への岩脈貫入開始。この貫入の先端は、 その後の噴火地点まで 40km も移動していった。8月26日に付近で M5.7 の地震が発生。8月29日、アイスランド気象庁がバルダルブンガ山の噴火活動が開始したと発表。バルダルブンガ山の北側、ホルフロインという場所での 600m ほどの割れ目噴火であった。この場所は150年前の噴火でできた溶岩原で、 その時の噴火の割れ目を今回も使っている。この噴火により当局は警戒レベルを最大の赤に引き上げ、同火山周辺上空の飛行を禁止にした。その後噴火は一旦弱まり8月31日に再開。割れ目の長さは1500メートルほどに延伸した。火山性ガスが噴出し風の流れにより1000キロメートル。 以上離れたノルウェーやフィンランドでも観測された。ありがとうございます。